やっぱこういういい楽器は、まあまあ、イタリアの楽器っていうか、まあ、いい楽器はそのやっぱりレスポンスがあるから、うん、あのレスポンスがあってその何て言うんだろう、キャパシティっていうかポテンシャルっていうか、まあ英語で言ってもしょうがないね、何て言うの、可能性というか、うんうん、だからいろんな部分がある、そうだからいろんな側面、こんな音も出ますよ、こんな音も出ますよっていうのを楽器の方が言ってきてくれる感じがするんで、こう成長させてくれるっていうの、あこういうのも出んのかと思って、いろいろこう工夫するようになってくるから、すごく楽器が教えてくれるっていうところ、だからいろんなもの、あそうかってこう試そうとしてくるんだよね、だんだんね、そうね、うん、俳優としてはもうね、そういう俳優になりたいな、監督さんが、あこういうのもできるのかみたいな、いやそうなんですよ、ね、意外といろんなことできるんですよ、ね、演出していただければ、うん、何でもできるんですよ、魔法にかけてくれれば、なるほどね、はい、年末年始のあの番組に僕が出た時に、うん、判断するところは、うん、やっぱり音が均一じゃないかどうかって言った。そうだね。いろんな音を出せてるか。だよね、うん。僕はいつも判断するのは、一生懸命その音を出そうと思って、やっぱ弾き方に苦労していい音を出してる。うん、か、そうじゃないのにいい音がボーンと出てるかっていう。割とドカーンって出てるのって安い楽器なんじゃないかなと思う。ああ、そういうかもしれない。こともあるかもしれないね。プレイヤーが、うん、こんな音出しとかいろいろ思わないで弾いたら、どっち弾いたって変わんないよ。で、こういう音を弾きたいなっていうのを答えてくれるのがいい楽器だから、なるほど、そういう気持ちなく弾いてたら、安い楽器も高い楽器も同じ音しかしない。この間、ざわつくで、高島さんがそういう感じで安いのとストラディバリウスと弾いたんだけど、僕分かんなかった。初めの時は分かったんですよ。リハーサルの時は分かったんで、本番の時に当たっちゃったもんだからって、ちょっと多分工夫したんだね。分かんないと、あれ僕も分かんないよ、いや俺分かんないでもいつもテレビで外す、え